おい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 、あそこにめちゃくちゃべっぴんさんおるやん。何このお姉さん。ええっとね、ヒョウ柄、ヒョウ柄の洋服なら何でもいいわ。ただしちゃんとブランド物にしてよ。渡せるもん持っとるな。何渡そうか。ということでですね、このお姉さんと実は一度ね、話したことがあるんですよ。で、なんかね、これヒョウ柄のコートとかを渡せば、なんかお兄さんついててもいいわ、みたいなこと言われたから、コートを買ってしまいまして、このお姉さんに渡そうと思います。はい、ヒモ男というのは、はい、僕のことです。はい、ほら、これでどうや。うわー、かっこいい。いいの？いいよ。じゃあ約束通りあなたのお店で働いてあげる。私、梅よ。よろしくね、梅さん。梅さん。よろしく。梅をスカウト。よし、スカウト成功や。っていう感じでですね、僕のね、働いてるサンシャインのキャバクラがね、どんどん上がるっていうことですよ。スカウトで、グッモーニング !My name is バカオジ。Thank you。さあ、龍が如くゼロ、つづきからやっていきましょう。はい、決まりました。これがなくと俺ではない。電話の男がグランドにおるはずよ。ということでですね、前回がですね、このグランドのなんかね、なんかおっぱい、あ、やばい。おっとすれ、真珠の果実のようなものをおっちゃんがね、触ってるらしいんですよ今。で、それを今営業妨害として、おい真面目はん、どこや、来いや、みたいな感じのこと言われたんで、今来ましたっていうことでやっていきましょう。僕の説明分かってくれました？本当にそのままなんです。見に行きましょうよ。どうも、真島さん。こんにちは。お前は、この間ぶり。お世話になりました。よし。お店の中にうちの組長がお邪魔しております。組長なんや、やっぱ組長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。はいはいはい。牧村誠の死体お受け取りになられましたよね。なんかあんたがやってるように見せるけど、あんたじゃないからね。一番左のやつ髪型おかしいな。どうぞ。いや、ここじゃない。親父が待ってますから。こっちじゃないの、あっちのルート。あ、映れ映れ映れ、あ、ほら、あ、落ちた落ちた、あ、なにこの髪型。さて、その面拝ませていただくぜ。楽しんでるね。おー、モンドルモンドル。ここええやな。あ、あかー、わしも触ってえな。キモ。気持ち悪い。あんまり特別ですよ。おいおい、ちょっと立ってるよ。立ってんのかい。当たり前や。ちょっと嫌や、やめて。せやったら、え、いくら払えば揉んでくれるん。せやな。せやなじゃねえのよ。じゃあ1万で1秒おなら100万で100秒や。じゃねえんだよ。やめろよ。何見せられとんねん。当店は淫らな行為は禁止です、お客様。支配に。いや、もう遅いわ。遅いわ。おい、あんたが真面目くんかいな。イエス。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。うん、ほんとエロいよ。死ね、怖いな。な、うんじゃないのよ。当たり前や。うんじゃないのよ。他の客の迷惑になるような真似されて、支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで、お、貸し切りにしてもらったんや。え、わあ、店長買収されたのこれ。無言の圧力やめえ急に。わしらの会話、はい、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな。え、みんなで人払いしといたんや。
これでも気ぃ使てるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。何言ってんのこいつ、おっぱいもみもみ親父が。急に真面目ぶっても無理なんだよ。何もんや。おっぱい大好きおじさんだよね。貴人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。ほう。こんな格好つけても格好つかんのよ。格好つかんのよ。貴人会。こっちの欲しいもんは分かっとるやろ。真島君。おい。胸か。牧村誠ちゃん。え？あんた、あの子どこに隠しとんのや。教えない。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。はいはい。せやけどあんたが手に負えん言うてな。雑魚だったもん。結局わしが出てこなあかんようになってもうた。もっとしつけしないと。弱っちかったよ。お前がボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。うわ、どっちもいける口か。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで。かわいそうにな。溜め込むな最後。まあカリカリせんと聞いて。聞いてじゃないのよ。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。おう、あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。ちゃーっとね。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。癖強いなみんな。てかなえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。なんでそれ知ってんの。相手は佐川やろ。え、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。なんで知ってるん。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。嘘つけ。誠ちゃんさえこっちの手に入れば。嘘つけ。誰にも秘密は明かさん。ほんまか。赤まで持ってったるわ。絶対嘘やん。お前ら顔に嘘って書いてある。なんであの女狙うんや。ああ、そりゃ言うわ。言えよ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。お、あんたもそのつもりで来たんやろ。あ、ええやんええやん。一番手っ取り早いじゃんそれ。何それ、せこいんですけど。暴力反対ね。なんともないらしい。 あれなんや真島君、どないしてん。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島君の流儀も大事や。声があんたとやり合わな、もう収まりつかんて。興奮すな、落ち着け。そしたらこないしょ、ちょ待って。何こいつの喋り方、癖強いな。あ、もしもし警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。え、何。今頭おかしなったヤクザが店でどす抜いてますね。全然客やないです、強盗ですわ。早う助けに来てください。え、何考えとるんやお前。これでわしは客やないっちゅうこっちゃ。ああ、なるほどね。奴を認める立派な強盗やで。支配人言うたかて、ね、強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため。ああ、なんか頭使ってきたな。
はい、遠慮せんとかかってきてや、真島くん。抜き方。わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。おお。そこまで言うんやったら付き合うたる。ああ、怒らしちゃった。俺も仕事抜きや。じゃあ俺も仕事抜きかな。真島くん。声出てねえのよ。がっかりさせんなよ。あの、喉飴食った方がいいですよ、オタク。さあ、ちょっとお手並み拝見といこうか。どんぐらい強いからね、あのボンクラの頭だべ。なんかたかが知れてそうだけどさ、まあまあまあ、ここはね、ちょっとどんぐらいの強さ、どんぐらいの攻撃力、全部見させていただくよ。オッケー。おお、取れ。あや、俺のもの。ウルビー。うわ、あ、痛い。おお、もらっちゃえ、もらっちゃえ。飛びすぎだろ、ナイフ。おわか、おお、いいの入った。あいつ興奮してるよ、刺されても。刺されてなお興奮してるの、気持ち悪い。なんであの気持ち悪いの。こんな気持ち悪い生物いいの、この世に。あたた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 ほらほら、ファイ、来いよ、来いよ、あい、あら、俺が一番気持ち悪い。どんなもんじゃい。めちゃめちゃ疲れとるやん。あ、たまらんで。やば。わし。こんな初めてや。いや、変態の上の変態やな。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。本当に来たんだ。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや、西谷。お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。うん、それが聞きたい。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島くん。怖い。ピエン、ピエン、ピエン。なんなんや、お前。とにかく、こっち来い。おい、めっちゃ滑ったやないか、俺のピエン、ピエン。あの、支配人。おい、店長。何があったんですか。買収されたら来てもらう。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。呆れてるやん、マジマ。あんなにお金いただいてるのに、もう。ええから。お前はサツの応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業や。わかりました。準備でき次第店開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。何かありそう。絶対何かありそう。店が開くまでは事務所で待つか。佐川来そうじゃない。絶対佐川来るよ。もうわかるもん。あ、いるいる、あの黄色女の子いるな。ちょっとこれ怒らないと、一回ね、お仕置きしないといけません。ちょっと叱ろう、ちゃんと。はい。さっきはすいませんでした。もうええお客さんになりそうやし、ちょっとくらいええかなって。いや、大胆だったよ。お店開けるんですよね。営業電話かけときますね。あれ、もじもさん何も言わない。え、いいの、怒んないの。しょうがないのかな。でも怖いもんね。まあしょうがないか。いるぞいるぞ絶対。ほら、いた、暇人。佐川よ、邪魔してるよ。うっす。
いつからここに？札が店に入ったすぐ後だ。にしても随分騒がしかったな。え？タイミング悪いな。それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ？お！ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。おお！なんですぐ連絡してこなかった？ほうれん草はどうした？報告うんこだっけ？うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。いや、タバコ吸ってな、ふかしてるだけやん。佐川藩でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。ほう、というと？お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの？そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって？うん。はあ、まあそういうこともあるのかな。そうだよ、信じて。どうでもええやろ。それよりももう仕事は済んだんや。これで東上界に戻れるっちゅう約束やったで。島野の親父に成し付けてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ？あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合のじきさんだ。近江連合なんだ。近江連合の？近江連合だったんだ。ああ、近江の中にもいろいろあるがよ、鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ？連中と何があった？店の中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか？そっか。うん、まあ西谷のやりそうなことではあるか。うん、ならいいんだ。ならいいのか。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんなんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。なんなん、探らないで。何を隠したっちゅんや。気悪くすんなよ。そうだよな、お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえ。そう、もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。そうそう。ってことで、よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。本当に？あ、オッケー。あれ、やったじゃん。死体の小細工バレんの時間の問題やな。いや、佐賀にはもうバレとるような。急いでリーと話しなあかん。あいつは今あの子んとこか。あー、なるほどね。じゃあちょっと行きますか。あー、支配人さん、待って、ちょうどよかったよ。闇医者さん。お前、雀荘の闇医者か。リーさん、どこにいる？え、私リーさんに急ぎの用ある。場所わかんないの？急ぎの用、薬届けたい。リーさん、痛み止めの薬切れる、取りに来るって言ったのに全然来ないよ。え、痛み止め？リーと会う約束してたっちゅうこと。リーさん、何かあったか？私とても心配してる。リーさん、どこ？落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった、そしたら俺がついでに届けたる。あんた今薬持っとんか？あるよ。
痛み止めの薬、これね。ちょっと待って、怖いんだけど。大丈夫だよね？でも急いであげないと。薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。分かった、ありがとう、闇医者。リーン、なんかあったんか？とにかく急いで行ってみるしかないわ。いや、もしさ、もしだよ、あそこがバレたとて、敵がね、来るとするじゃん。リーさん一人じゃ、まことす、守れないよ、多分。まことちゃんがやっぱ、後ろにいるっていうことが、もう、多分、あざとなっちゃうから。絶対守っててほしいけど、なんかこのね、傷が、薬が効果切れるみたいな感じのこと言われると、すげえ心配になるじゃん。ちょ、リーさんなら心配ないと思うけど、ちょっと、行こう、早く。リーさん、大丈夫か？いるか？いる？あ、いた。お前、無事やったんやな。よかったー。ああ。こっちも異常ないな。よかった。ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや。痛み止め屋と、ジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん。こんなん別にいらんけどな。え？それよりどないやった？電話の男とグランドでおたんやろ。何かあったんですか？はい、電話の男って。ああ、まことちゃん大丈夫だよ。ちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？ああ、やばい、疑ってる。なんでと、お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？違うよ、まことちゃん。だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、大丈夫。本市会館でお前をさらいに来てヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引きとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。全部言っちゃった。それで？全部言っちゃった。俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな。その前に札に連れてかれてもうた。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。なるほど。せや、どっちもうざったいけどな。今一番の問題は佐賀の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしてる。とにかく今町を出る。かっこいい。あなたは一緒に逃げないの？この町に囚われの身や。一緒におると帰ってあんたらが逃げきれんようになる。うん。しゃあない。まことここ出るで。あんまり時間もないようや。ね、え？他にも誰か？誰？え？どうした、闇医者。なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか。リーさん、あなた前に私に教えてくれた。何この展開。あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変。
だから私たち助け合う。はいはいはい。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金って。え、リさん言ってたから。まさか。許してくれるよね、リさん。うーわー、あー、しかもこの3人、あ、4人だった。ほんとれい、わしら撃ったんか。いや、でも一番後ろのおっちゃんは一番弱そうだけど。この人たちは強そう。これは弱い、これは弱い。あ、でも一番強いかも。逆に一番強いかもだよね。ここで見てた人たちだよね。あんたが一番弱え。こいつら佐川の手下。いや、でも強いわ。うわっ、はあ、うわ、待って、エグいエグい。ダメだ、こいつが一番エグい。こいつが一番頭いかれとる。もういらんちゅうわけか。普通やないで、こいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。俺のストーカーだからな。マコ待って、一番こいつが怖い。一番弱そうだと思ったけど、一番イカれとるこいつが。やばい、肩幅がでかい。ハルクだ、ハルクだ。あー、やばい。あー、ボコボコにしたやろう。さーて、お前、おじいよ、どんだけ強いか俺が見てやろうじゃないか。行くぜ、ついてこい、俺のダンスに。フェイハウ、よえー。あー、弱すぎた、弱すぎた、弱すぎの極みさん。中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。ああ。せやけど死んだら、せっかく手にした金使えんやろが、ダホ。リさん。リ、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやり。ほっとけないんだろうな。ほっといたらこいつ死んでまう。助ける言うんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラヤに連れて行かな。え、後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館、なんでや。誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの、リーさん。怖いよね。誠、すまんが、わしはリーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守った。大丈夫、命に変えても守るから。すぐに他の追手が集まってくるんや。全部私のせい。うん、ごめんなさい。大丈夫だよ。私のせいでごめんなさい。大丈夫、誠ちゃん。泣くことあらへんがな。大丈夫、お前は何も悪ない。そう、本当に何も悪くないから。誠を頼むで。ああ、っとる、行くぜ。絶対守っとるから。リーさん、後で合流だよ、本当に。大丈夫かな、手下たち追ってこない。うわー、ですよねー、ですよねー。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした、早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。おお、爆発すんね。いいよ、真島さん、俺もついていくぜ、そのノリに。さあ、このバンドマンみたいなやつも倒しておこう。おい、待って、一番右のやつ誰。
今3人しかいなかったよ。おい触んじゃねえクソガヤラ。おい口悪い、口悪いけどもこれ口悪くていいよね。だってマジマさんももう行くぞこれとか言ってるから口悪くていいよね。しょうがないよねこれ。だってマコトちゃんに手出すやつが許さないんだもん。俺は嫌だよそんなやつ入れた。ビビってんじゃねえよバンドマン。お前襲ってきたの、襲ってきたのなんでビビってんだお前がよ。待ってバンドマン、おいあっしゃ来いよ。いいよマコトちゃんには手触れんなよ。手触れんな、俺について来い。俺に来いよ。ほら来いって。何ビビってんだオタクマンが。あ、俺もオタクだわ。人のこと言えねえけど。弱すぎなんだよ。よし行くで。行こう、誠ちゃん。いや、これやばいわ、マジで。結構人数来るでしょ。また。またってなんか言おうとしたけどごめんね。一回隠れるよ。ほら、来た来た来た。来たよ。なんかよくわからんやつら来たよ、また。またバンドマンだ。量産型かよ、あのバンドマン。とりあえずこっちで大丈夫か。あ、いけるいけるいける。リーさん、大丈夫かな。大丈夫だよ。あのおっさんなら平気や。うん。簡単にやられるような球やない。そうだよ、見たことあるリーさんの体。ごついんだよ。どうしたの。ちょっと待っとれ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。瞬殺でやるから。オッケー、一瞬の隙も油断できねえぜ、坊や。うおお、いったね。なんか缶を開けるときにカチャッ、炭酸を抜けてくるのにカチャッっていう音だったね。うん、そっちの音になればポジティブに捉えればまあいい音っていうことになるね。危ないから後ろにおれ。あ、意外と簡単に隠れた。いけたいけた。うわ、なんで。くそ、待ち伏せさせるとか、なんなら全員片付けるまだや。3人か。なんでさ、もっと大人数で来ないんだろうね。バカなのかな。まあいっか、バカか。触んなよ、マコトちゃんに。マコトちゃんに触んなよ、一本。おい、邪魔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 。おい、触んなっつってた。おい、グリグリ、触んなよ、けがれんだろ。おい、てめえ、おい、グリ、怪我ないか。大丈夫？大丈夫。よかった。あなたは？平気や。もうピンピンしてるよ。リーさん。あ、よかった。無事やったか。早かったな。あの闇医者。大丈夫や。仲間が見とる。お。それより車や。うん。まだ追っ手が来るかもしれんのやろ。うん。行こう。車はあれや。ちょ待っとれ。あ、いい車だね。さあ、車でレッツゴーだ。なんで俺に嘘ついちゃうの。こいつイカれとる。悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島のんとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの。嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。助けつもりなかっただろ、てめえ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。待って、どうなんの。やばくない。
でもいいよな。待って待って、どうなんのこれ。二人一緒に殺してあげるから。え、待って。あっという間だった。あ、いかつい銃や。誰や、お前。何この展開。